山で危ない場所に入らない。うん、ジン、危険な場所に立ち入り禁止の看板を立てたよ。あっちも大丈夫よ。蜂の巣もないし、蛇もいなかった。そう、みんなありがとう。これで子供たちは安全にピクニックができるわ。ジン、宝探しの宝を隠したよ。全部？あら？ヘイリー、これじゃ隠れてないわ。うわ、宝物を隠すにはこうしなきゃ。頑張って見つけた方が楽しいでしょ。なるほど、そうだね。ジン、僕たちは周りをパトロールしてくる。うん、よろしくね。あ、ウサギだ。え、どこ？ウインナーもらった。宝探しゲームを始めるわよ。やったー。山の中は迷いやすいから遠くへ行かないでね。わかった。はーい。宝はどこだ？ジョニー、そんなところにないよ。見つけたわ。僕も見つけたぞ。ピーター、僕たちも急ごう。心配するな、僕は宝探しゲームの名人だぞ。ここが怪しいぞ。宝物見つけた。何してるんだ？それは石だよ。え、変だぞ。宝がありそうな場所だったのに。わあ、見つけた。何が入ってるかな。きっと大したものじゃないさ。なんだよこれ。リボンじゃないか。似合いそうだ。私のケーキと交換しない？いいの？ケーキの方が嬉しい。二人ともずるいぞ。ピーターの宝物は？ピーターはまだ見つけられてないんだ。宝探しの名人だって言ったのにさ。見てろよ、二人よりいい宝を見つけてやるからな。ここにもないぞ。一体どこにあるんだ？うわぁ、見つけた。やっぱり僕は宝探しの名人だ。こんな場所にあるなんて、きっとすごいお宝だぞ。取った。避難所の確認が終わった。じゃあ戻りましょう。お願い、誰か助けて。この声はピーターだわ。まずい。ピーター。ロイ。大丈夫かい？ピーター、危なかったわよ。アンバー、ごめんね。山には川や崖など危険な場所が多いから注意が必要よ。ヘビやイノシシなど野生の動物も住んでいるから山の奥へ行ってはダメよ。毒がある植物も多いから触ったり食べたりしないでね。木が多い山の中では迷子になりやすいのよ。みんなと一緒に行動してね。ピーター、わかった？うん、わかったよ。山ではもっと気をつけるね。今日は楽しかったね。そうだね。ピーター、宝物は見つかったの？もちろんさ、みんなでよりすごいのを見つけた。よし、開けるぞ。じゃーん。空っぽだ。なんだ。
僕の宝物だ。うん、はっ、うっ、ピーター一日消防士になる。みんなよく見てて。安全ピンを抜いたらノズルを火の方に向けて消火器のレバーを握るのよ。やってみて。安全ピンが抜けないよ。うん、はっ、ピーター立派な消防士さんだったわ。わあ、いいな。イエーイ、すごい、本物の消防士さんみたい。よくやったなピーター。消火器はどこかいい場所に置かなきゃね。ダメだよママ、消防士として僕がこのお家を守るんだから。そうだね、ピーターに火から守ってもらおう。あら、嘘、火よ、燃えてる。そんな、はっ、これで大丈夫だよ、僕は本物の消防士なんだから。ああ、ピーター最高にかっこよかったぞ。おじいちゃんかっこよかった。おっと、ダメだよ、危ないから近づくな。異常なしだ。あの煙は、うおー、はっ、 あれピーター、なんだよ、もう火事だと思ったのにさ。まったく、もう驚いたわ。あれ、やだ、私の服が燃えてる。あれはなんだ、もしや。パパ、ここは僕に任せて。なんだピーター、火事は起きてない。はぁ、ねえ、まだ焼けてないの？あとちょっとだよ。あ、火が出た、火事だ、取れや。ちょっと、おい。危なかったね。ピーター、今のは何なのよ。火事を止めたんだ。お兄ちゃんがバーベキュー台無しにした。ピーター、肉の油が炭に落ちて少し炎が上がっただけじゃないか。グリルを使う時にはこんなのしょっちゅうあるわ。まあまあ、そういう甘い考えが取り返しのつかない火事につながっちゃうんだ。ダメだ、もう見過ごせない。没収する。パパやめてよ。この中のどこかにあるはずだ。あ、見つけた。ファン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 、何吠えてるんだ。ファンファンファン、あ、あ、火事だ。どうして何も出てこないんだ。ピーター、今の音は。おお、パパ、ピーター。ジン、どうした。急いでピーターの家に向かって、ガレージから火が出たみたい。了解。ん、ロイ、怪我はないかい。ああ、みんな無事だ。火事は僕に任せて、安全な場所に避難して。うん、分かった。はっ。ありがとうロイ、危うく家が燃えるところだったよ。みんなごめんなさい、でも消火器が全然動かなかったんだ。ピーター、消火器を見せてくれるかい？もちろんだよ。うん、最近何度も消火器を使ってたかい？うん、何度も火を見間違えて。ピーター、消火器は何回も使うものじゃないんだよ。消火器は使うと中のガスが減っていって圧力が下がってしまうのさ。そしたら何も出てこない。定期的にチェックして圧力が残ってるかどうかを確認するといいね。あとは出口みたいに見つけやすい場所に置くこともポイントだよ。消火器を使うときはまず安全ピンを抜こう。そして風上に立ったらホースを火の方に向けるんだ。その後レバーを握って火を消すのさ。ピーター、消火器で火を消そうとしたことはすごく立派な行動だ。でも何より安全な場所に逃げるべきだったね。ロイの言う通りだ。落ち込むことはない、家族を守ろうとしてくれただけだ。
その通りだよ。そうだ。じゃあ使い切った消火器を新しいのと交換しよう。やった、新しい消火器。今度は使っちゃダメだぞ。約束するよ、絶対大丈夫だってば。ちょっとだけ触らないで。絶対ダメ。駐車場で遊ばないでね。うん、じゃじゃーん。うわ、ママ何それ。このリストに今日買うものが全部書いてあるの。そんなにたくさん。そうよ、ブルームズマートでセールをやってるの。早く出かけましょう、買いたいものが売り切れちゃうわ。僕ゲーム欲しいな。私クマさんのぬいぐるみ。二人とも残念だけど、それはリストにないわね。さあシートベルトを締めましょう。さあ行くわよ。はーい。ゴー。まあ、車がいっぱい、うん、ほら向こう、ママ見て。あら、よかった。大丈夫？残念ね、入られちゃった。ママ見て、開いてるわ。どこ？あったわ。あ、もう止められてたのね。ねえママ、なかなか止められないね。諦めないわよ。あ、車が出た。やったわ。ほら、やった。フェリー、街の道路はどんな様子？それがね、ブルームズマートでセールがあって、周りの道はどこも混んでるんだ。私ったら、セールのことすっかり忘れてた。あ、新しい水着が欲しかったのに、売り切れちゃったらどうしよう。ジン、まず道が混んでることを心配しなくちゃ。ヘイリー、出かけるぞ。了解。これでよし。ドアを開けるからちょっと待ってて。狭いわ。え、危ない。開いた。ママ気をつけないと。待ってって言ったでしょ。ママ大丈夫？え、大丈夫よ。止まって。よし、行っていいよ。ふう、これでもう大丈夫だ。ヘリー、そっちの様子はどう？こっちはまだお店に向かう車がいっぱいいる。本当？じゃあそっちに手伝いに行くよ。わかった。遅くなっちゃった、急がなきゃ。どうしたんだろう、あんな運転の仕方じゃ危ないぞ。ねえママ、これ返してくる。これはこっちで、これをこっちに。やっほーい。あ、さっきの車だ。それいけ、早いと進め、すごいや。もう止める場所がないわ。ケビン！あ、危ない。ぶつかる、止まれ。ケビン。怖かった。駐車場は危ないところなんです。子供から目を離したらいけませんよ。あまりにもあっという間のことで。あなたもです。駐車場であんなに早く走ったらダメですよ。本当にごめんなさい、売り切れるんじゃないかと思って。ケビン、スージー、二人とも僕の言うことをよく聞いて、これから気をつけるんだよ。うん。駐車場で走ったり遊んだりしてはいけないよ。いつどこから車が出てくるか全くわからないからね。とっても危ないんだ。車のスピードを落とす段差やブロックがあってつまずきやすいから、いつもゆっくり歩いて進む方向を見るようにするんだ。それから車から降りようとする前に、車がもう動いていないことを確かめよう。それに周りの車が動いていないかも確かめてね。ビルの駐車場に停めた時はとても暗くて見えにくいから、必ず大人と一緒に歩くようにしようね。
覚えておいて、駐車場で自転車やショッピングカートに乗るのはものすごく危ないよ。わかったかい？わかったよ、ポリねえ、ママ、いつになったら帰れるの？あと少しで終わるわ。よし、これをこうして、出っ張りをなくせば閉まりそうだわ。危険な自転車レース。ゴール、よくやったぞターボもうダメどうだジョニー、僕の勝ちだぞちょっと調子が悪かったから手加減してやったんだよ。明日また勝負しよう。手加減してやっただって？明日やったら変わるのか？明日になればわかるよジョニーはなんで来ないんだろうな。ピーター、それなんだよ。自転車を買うなんてずるいぞ。ずるくて結構。ピーター、さては負けるのが怖いんだろ。怖いわけないだろ。ジョニーこそまた負けても言い訳するんじゃないぞ。じゃあこれから勝負しようよ。よし、じゃあ先に市役所に着いた方が勝ちってことにしよう。いいよ、位置について。よい、ドン、いけどうだ、先に行くよ。ゆっくりついてきていいよ。ジョニーのやつめ、負けないぞ。やっ、危ないな、気をつけろ。ごめんなさい。やあ、え、うわあ、おい、何してるんだこんにちは。あ、ジョニーだ。お兄さん、さよなら。おいおい、気をつけろよこっちに行けば近道できるかな。どうしよう。あれはピーターだ。トラブル発生みたいだぞ。ピーターってば見えっぱりだよな。自転車に勝てるわけないだろお先に失礼。嘘だろ。よし、よし、どいてください。おい、なんなんだ、危ないじゃないか。どいてどいて。気をつけろ。よいしょっと。よし、通ります。おお、僕も。よいしょ。危ないだろ。行くぞ。こら、止まれピーター。ジョニー、これなんだよ僕の勝ちだ。子供か。身を守るものもつけてないじゃない。ピーター、ジョニー、自転車やキックボードに乗るときは守らなきゃいけないルールがあるんだ、安全のためにね。防具を身につけずに自転車やキックボードに乗ると怪我をする可能性がある。安全に乗るためには必ず防具を身につけよう。建設現場や車道、
人が多い場所を走るのは危険だよ。安全のために市道や広場、公園などで乗るようにしよう。手を離して乗ったり競争するのは危ないよ。安全運転を心がけてくれ。わかったかな？うん、わかったよ、ポリー。いいか、ジョニー。さっきはよくも建設現場をめちゃくちゃにしてくれたな。うわ、逃げろ。待ちなさい。ごめんなさい、絶対やらないから。電気製品を使う時の注意。ジン、ジン。あ、誰もいないのにつけっぱなしだ。もう暑くて。あら、ロイじゃない。ジン、つけっぱなしにしたら扇風機が熱を持って火事になるよ。平気よ、そんなに時間経ってないし。暑い。大丈夫？もう熱を持ってる、消さなきゃダメだよ。わかったわ。よし。どうだ、驚いただろう。水風船は卑怯だよ。びしょ濡れチョリー。逃げるな。はい、シンディ。やあ、シンディ、お届け物だよ。ようやく来たわ。きっと待ちわびてると思って急いで持ってきたんだ。楽しんでね。ありがとう、パスティ。やめてよ。ほら、撃ってみろよ。人の後ろに隠れちゃずるいよ。いい加減にして。ピーター。ピーター、新品の本が濡れちゃったわ。本当に悪かったよ。そうだ、僕たちがその本を乾かすよ。できるの？ああ、もちろんさ。そうさ、新品みたいに戻して返すよ。貸して。ちゃんと直してね。ジョニー、どうやってこの本を乾かすの？わかんない。洗濯機はどう？あ、脱水とか？ちょっと待ってよ。よし、やってみよう。止めて止めて止めてよ。失敗だったね。だね。ならトースターは？熱くなるし乾くかも。確かに。ピーター、君って天才だよ。やっぱそう。すごくいい香りがする。今一番欲しいものはトーストだ。うん、ピーター見てよ、燃えてる。水を。ねえ、どうしよう、もうすぐシンディが来ちゃうよ。これだ。あったかい風を当てれば本はすぐ乾くよ。うん、絶対間違いない。ジョニー、終わった？僕も帰りたい。もうすぐで終わるよ。止まった。よし。アイス発見。ダメ、やめて。ピーター、それ僕のアイスだよ。待って、一口だけ。お邪魔します。火事だ、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 火事だ。ジョニーの家から煙。みんな大丈夫かい？ここにいて。はっ。怪我はなかったかい？うん、大丈夫。ロイのおかげで助かったよ。いいかい、ドライヤーをつけたまま目を離したら危ないよ。
小さな電気製品は熱がこもって燃える危険がある。ちょっと目を離すだけの時でも電源をオフにしよう。それに電気ヒーターや電気毛布のそばに燃えやすいものは置かないでね。最後に電気製品は正しい使い方を守ろう。オッケー、分かったよ。待って、お、私の本はどこ？まさか火事で燃えてないでしょうね。う心配しないで、僕がそんなヘマすると思う？治ったの？乾いたよ、ほら見て。あ、何があったの？いろいろあってね。いつかそのお話を聞かせるよ。ふざけないで。こら、逃げるな。ごめん、死んで。安全マップを作ろう。じゃあ宿題は分かってる？それぞれが町の交通安全マップを作るのよ。なんだって？難しくて無理だよ。ケビンの言う通りだ。一体どうやって作るの？全然難しくないわ。家から学校まで歩いて道を渡った回数と信号があるかないかと安全な道か危ない道かを記録していけばいいのよ。簡単でしょ？簡単じゃない、じゃあもしこの宿題をちゃんとやったら5枚のご褒美ステッカーをもらえるって言ったら？本当に？そう、だからやりましょう。いい？オッケー。じゃあみんな家からスタートして学校で会いましょう。わかった。ダグ、どっちが早いと思う？僕さ。ねえ、ちょっと。どうしたら？僕が勝つんだ。信号もあるし、横断歩道も短いからここは安全で良さそう。はあ、この道は安全だ。お金があればお店に入って食べ物も買えるし。早く変わってよ。あ、そうだ、青だ。行くぞ。また事故になるとこだった。よし、ここは信号があるけど少し危険にしとこう。道路を渡るときは手を上げて運転手に見えるようにするんだ。よし、あれ、もう一回運んだらおしまいだ。まだ公園の工事終わってないのか。どこでサッカーやればいいんだ？今日はここでやろうと思ってたのに。ダグ、危ないぞ。トラックの後ろに立ってはいけない。死角に立つのは危ないんだ。死角？車やトラックの周りで遊んだり下に隠れちゃダメなんだ。それは死角があるからだよ。車やトラックやバスには運転手から見えない場所があるんだ。それを死角というよ。乗り物が大きいと死角の場所も大きくなる。もし子供がこの死角の中で遊んでいても運転手には見えないんだ。もしみんなが死角にいるときにトラックが動いてしまったら？ああ、そうだった。ねえダンプ、工事はあとどれくらい？ビルダーさんがあと5日かかるって言ってたよ。5日、そっか。じゃあね、ありがとう。どういたしまして。私が先に来たんだ、下がれよ。下がらないぞ、僕が優先だ。なんだって？うわ、どうしたんだろう。あ、これ前にもあったな。お兄ちゃんどこ行くの？ローラさん家への近道なんだ。この道変よ、車がすぐ近くを通るわ。ちょっと君、バックしろよ。こっちが先に来たんだ。なんだと？先に来てたのはこっちだ。この道は危険すぎる。遠回りする道を書いておこう。その方が安全だ。よし、子供は
気をつけた方がいいわ。ここは信号がないもの。治ったよポリー。やったー、僕の勝ちだ。ダグ、惜しかったのに。何してるんだい、今日はお休みだろ。説明するわ。宿題をやってたの。宿題？どれもよくできてるね。町の安全な道と危険な道がちゃんと書けてる。みんなが君たちみたいに安全マップを作ってくれたら、僕らは安心するよ。ありがとうポリー。ねえダグ、何？この OK っていうのはすごく安全ってこと？それはマフィンの印だよ。なんでマフィン？そこに僕の大好きなケーキ屋さんがあるんだ。ケーキ屋さんがある通りは全部君にとって危険だね。なんで？だってダグが考えてるのはマフィンのことだけだもの。そうだね。いい考えがある。君もお家の人と一緒に安全マップを作ってみない？大雨には要注意。あー、青い蝶々だ。綺麗だな。ん？あれは何だろう？鳥の卵かな。親鳥とはぐれたんだ。どうしよう。あ、そうだ。よかったわね、卵は無事みたい。本当？だけど親鳥がいないと雛鳥が大きくなるのは難しいわ。それなら僕が育てるよ。チャールズ、野生の動物を育てるのは簡単じゃないぞ。僕頑張るよ、きちんと面倒見るから。ねえ、お願い。よし、じゃあ僕らも手伝うよ。本当に？ありがとう。出てくるよ。元気そうな赤ちゃんだな。すごくかわいい。なあチュンチュン、よろしくね。うん、健康に問題はないようよ。安心したよ。さあ、たくさんお食べ。チュンチュンくすぐったよ。羽をピンと伸ばすんだ。こんな風にね。チュンチュン、やってごらん。パタパタって。チュンチュン、大丈夫？しっかりして、チュンチュン。みんな大変だわ。今日はこの後激しい大雨になるそうよ。町に大きな被害が出ないといいけど。危険がないか僕たちで見回ろうよ。ジン、お願いだよ。すぐ洪水警報を出して。よし、僕たちは早速見回りだ。頼んだわよ。大丈夫、もう安心していいよ。来ないで。川の水がすごく増えてる。誰か助けて、誰か助けて。何か聞こえたぞ。あ、チャールズだ。お願い、助けて。どうした、ヘリー。わかった、僕たちもすぐ川に向かうよ。みんな急ごう。お願いだよ、誰か助けて。危ない。やーっ、ヘリー。チャールズ、少し辛抱して。今レスキューチームが向かってる。チャールズ、みんな。いや、チャールズ、今助けるからな。チャールズ、気をつけて乗ってね。分かったよ。
チュンチュンが心配だったのはわかるけど、危ないところだったわよ。そうだね、助けてくれて本当にありがとう。今日みたいな大雨の時にどうしたらいいか教えておくわ。天気予報を細かくチェックすること。雨が降り出したら外には出かけないようにして、外にいる時に降ったら谷や池や川には近づかないようにすること。水に飲み込まれる危険があるわ。本当だね、水があんなに怖いって知らなかった。洪水が起きたら高いところへ逃げるのよ。感電の恐れがある電柱や街灯からは離れてね。わかったかしら？うん、必ず覚えておくよ。みんなありがとう。頑張れ、チュンチュン。大丈夫、できるよ、チュンチュン。ついた火の消し方。服に火がついたらどうするか知っているよね。はい。あ、マフィジョニー、起きろ、服に火がついてるぞ。何？消してくれ、消してくれ。ピーター、ジョニー、服に火がついた時はどうするの？ジョニー、あそこ、まず止まる、走らない。次に口と鼻を塞いで寝転ぶ。そして右左に転がる。わかった？忘れないでね。はい、忘れません。んでは、みんな、はい、どうぞ。ハッピーハロウィーン。嬉しい、ありがとう、ジン。いや、わお、ジョニー、いいね、その吸血鬼、ナイスだよ。君の骸骨も最高。じゃあ行こうか。よし。トリックアトリート。あら、まあ、ピーターとジョニーね、よく仮装できてるわ。はい、これどうぞ。ハッピーハロウィン。わお、ありがとう。トリックアトリート、ハッピーハロウィン。わー、ありがとう。トリックアトリート。エリー、僕だよ、ピーターだよ。やだな、すごくびっくりしたよ。僕たちにもちょうだい。ピーター、ジョニー、ハッピーハロウィン。ありがとう、ポリー。エリー、残ってないようだ。お菓子をくれないといたずらするぞ。やめてくれ、キャンディーをあげろよ。トリックアトリート。クリニークリニートリックアトリート。わお、かっこいい仮装だね。トリックアトリート、トリックアトリート。なんて面白い子たちなの。はい、どうぞ。わあ。こんにちは。誰もいないのかな。うわあ、あれ見て。いやに簡単に驚くもんだな。何？ありゃりゃ、まるで忍者みたいに素早いな。キャンディーを奪う実力はすごいもんだろ。こんなにお菓子があったら復活祭まで持つね。わあ、それどうしたの？すっごくでっかい飴、あっちでロイからもらった。僕らも行ってみよう。あ、ジョニー。ジョニー。うわ、火が、消して。
待って、ジョニー！あ、ジョニー！ジョニー、止まれ！止まるんだ！まず止まる、走らない。地面に寝転ぶ、そして転がる。そうだった。止まる、地面に寝転ぶ、転がる。ジョニージョニー、大丈夫？ああ、大丈夫。大丈夫か確認する。動かないでね。ジョニー、危ないところだった。うん、でも本当に怖かった。服に火がついても慌ててはいけないよ。動き回ると火がもっと大きくなってしまうんだ。手で顔を覆って守ろう。煙が肺の中に入らないように鼻と口を押さえるんだよ。そして地面の上で何度も転がって火を消そう。燃えた服が体にくっついているかもしれないから注意してね。大人の人に助けを求めて。わかった、そうする。そうかい。服に火がついた時はどうするの？止まる、寝転ぶ、転がる。その通り。それじゃ分かってくれたからご褒美をあげるよ。わあ、すごく大きい。ありがとうロイ。夜道は危険がたくさん。懐中電灯、たくさんのジュース、ああ、地図、あとチョコレート。食べ物より大事なものがあるだろ。急に食べたくなるかもしれないだろ。うん、分かったよ。帰らないの？ん？何くん？君には関係ないだろ。あっそう、先生はそう思わないかもね。ジュニー、待って。何よ。僕たち今日の夜ホタルを探しに行くだけなんだ。ああ、ホタルがいる場所知ってるの？うん、フクロウの森にたくさんいるらしいんだ。だからホタル探しの冒険を計画してたんだよ。すごい、私も一緒に行くわ。でも危ないんだよ。わかってる、だから一緒に行くのよ。勇気のある人がいた方がいいでしょ。よし、じゃあもっと食べ物持って行こう。あーもう。出して。わかった。じゃじゃーん。あれ、ダグ、それはソーセージだろ。おかしいな、持ってくるのを忘れたみたい。なんで確かめなかったの？ケビン、地図は？あれ、ないみたい。どうして地図を忘れるの？絶対リュックに入れたはずなんだ。これじゃダメね、私帰る。ねえジェニー、待って、道は覚えてるから。本当？本当さ、ついてきて。よし、冒険の始まりだ。ケビンがいなくなった？出ていく音をスージーが聞いたらしいんだけど。うん、それで床にこれが落ちてたの。ん？これ何の絵だろう。地図みたいね。あ、ホタルだ。どうしてフクロウの森ってこんなに怖いんだろう。ああ、どうしよう、ヘッドライトが。もう一つのライトが外れる前に急いで森を出なくちゃ。ケビン、この道で合ってる？遠すぎるんじゃない？そんなことない、この辺りのはずだよ。このままだと森のお化けに会っちゃうかもね。お化けなんて嫌だよ。ねえ見て、あれってホタルだわ。見つかるって言っただろ。さあ行こう。ねえ待って、あれライトみたいに見えない？うん、そうだね。お化けだ。あ、見つけたぞ。あ、
スプーキーだ、スプーキースプーキー、君だなんて驚いたよ。暗い時はゆっくり走らないと。そうだね、ポリー。でも怖かったんだ、ごめんよ。大丈夫だよ、スプーキー。暗い時はいつも以上に気をつけるのが大切なんだ。暗いと人も運転手もお互いのことがよく見えなくなるんだ。暗いところを歩くなら明るい色の服か反射するものを着よう。そうすると運転手からも見えやすいよ。車が来たらまず落ち着いて止まって、端に寄って車が通り過ぎるのを待ってから歩き始めよう。こうすれば運転手も君も安心だ。それからもう一つ、夜外に出るときはお家の人に聞いてからにしましょうね。よく知っている道でも夜になると違って見えるの。あれ、だから怖くなったり迷子になったりするわ。さあそろそろ帰ろう、お家の人が心配してるよ。うん、そうだね。見て、すごいよ。綺麗。やった。